今回の主役、胸アカオアリです。日本最大種のアリで、ワーカーの最大サイズは12ミリほど。森の中で観察できる森林性のアリで、胸部に入った赤い色がとても美しいですね。日本最大種という大きさや、他にはない、鮮やかな色彩、そして、飼育も、比較的簡単な種類なので、人気の、アリの一つではないでしょうか。ムネアカオアリの結婚飛行は5月の上旬から中旬がメインです。5月のある夜、ムネアカオアリの新情を採集しました。大きくて立派な新情オアリですね。採集したこの新情オアリを自宅に持ち帰り、一から育ててみようと思います。それでは、今回、新情オアリの飼育に使う、飼育ケースですね、こちらの2つから選んでいきたいと思います。よくですね、僕が使うケースはこちらの丸型の、石膏ケースですね。白い石膏の部分に吸水ができるようになっています。もう一つは、試験管に、片側に水を詰めた、試験管子ですね。こちらも、使えるかなと思います。ムネアカオアリの生息環境なんですけれども、倒木や、切り株、それから木の根元や根元から、土の中の方まで、巣が続いている場合もあるので、ある程度の、湿り気がある環境かなと思います。どちらのケースも、湿度を保てるものになるので、どっちでも大丈夫だと思うんですけれども、普段石膏層をよく使うので、今回は、試験管子を使うことにしました。ということで、試験管子の中に採集してきた新情を入れてみました。とりあえず、この時点で落ち着いてくれてるみたいですね。この後新女王は産卵を開始しますが、産卵するまでの間、それから産卵した後も基本的にはワーカーが生まれるまでは、新女王はとてもデリケートなので、観察の時以外は光や振動などにさら、さないように、安静にしてあげるのがポイントです。ただムネアカオアリはですね、結構丈夫なので、あんまり他のアリの種類に比べても振動や光に敏感ではないので、その辺も扱いやすいアリではないかなと思います。翌日です。早くも産卵が始まりました。クリーム色の卵が一つ確認できますね。順調な場合は新女王は数日から、1週間ぐらいの間には産卵を開始しますが、この女王はもう翌日に卵を産んでました。個体によっては、採集した当日に卵を産んでしまうものもいるので、このあたりは、完全に個体差です。なので、数日の間に卵を産まなくても、1週間ぐらいの間に産卵を開始する場合もあるので、その辺は気長に待ってあげるのが必要かなと思います。卵を1つ産んだら結構順調な証拠で、このまま安静にしてあげるとどんどん、卵を産んでいきます。4日後、卵が増えてますね。やっぱりこの女王結構順調に、卵を産んでくれています。卵を産むというのは、女王がこの場所を、巣として認識して、ここでコロニーを構えようという、判断ができているような状態かなと思うので、こういう状態になると結構安心です。で、卵はですね、最初の段階で、10個前後産む形になると思うんですが、この数に関しても個体差があるので、多くても少なくても、ある程度は個体差ということになります。でこの4日後の時点で、卵はいくつになっているでしょうか。ちょっと見えやすくなりました。6個ですかね。4日目で卵の数は6個になりました。採集から1週間が経ちました。ムネアカオアリの新女王は、このように試験管子の中で落ち着いて過ごしています。
新女王と試験管室のサイズ感なんですけれども、こんなような感じですね。自然の中でも女王1匹が、入れるぐらいのスペースの中で最初の子育てを始めるので、これぐらいの、大きさがいいんじゃないでしょうか。あまり大きすぎず、適度なサイズを選んであげるのも、女王が落ち着くポイントかなと思います。胸垢終わりの、新女王なんですけれども、産卵を始めてから最初のワーカが生まれるまで、基本的に自分から餌を取りに行ったりすることをしません。ですが、飼育環境では少し心配なので、このように、少量の蜜餌を、女王の体力、補強のために、与えるようにしています。こんな感じですね。本当にもう幼児の先に1滴2滴ぐらいの、蜜餌の量です。では、実際に与えてみましょう。あまり、振動を与えないように、丁寧にですね、コルク栓を外して、で蜜餌が、入った皿を、中に入れます。すでに一応産卵しているので、その辺を気をつけて置いてあげましょう。はい、じゃあこんな感じで、蜜餌を、中に入れることができました。でしばらくするとあっという間に蜜餌を飲んでしまいました。飲んでる姿をちょっと、観察したかったんですが、目を離している隙にあっという間に、お皿が空になってしまいました。最低限の栄養補給と考えていたんですが、飲む勢いが結構早かったんで、まだまだ飲むかなということでおかわりを与えました。これも、幼児の先に 1,2 滴の、量ですね。さあでは、これ飲んでくれるでしょうか。で先ほどの最初に与えた蜜餌ですね、蜜はもう空っぽになっていて、ちょっと粉末の部分が、溶け残ったものが残ってるんですが、もう完全に蜜餌は飲み干されています。結構胸垢割りやっぱり大きいんで、飲む量も、ある程度やっぱりキャパがあるんですね。ちょっと振動とかが入ったんで、卵をちょっと安全な場所に女王が移動させてますね。この後に蜜餌の方に行くんじゃないかなと思います。これおそらく卵の数も増えてますね。4日目の時点だと卵6つだったんですが、もうちょっと増えてそうです。きちんと1つ残らず、卵を移動させました。この辺は女王も丁寧ですよね。そして卵を安全な場所に移し終えて、どうやら蜜餌の存在になんとなく気づいているようです。さあ飲むでしょうか。じりじりと近づいていってます。あ、来ましたね。はい、2杯目を、飲み始めました。そしてほどなくして、2杯目も飲み干してしまいました。特にですね、満腹になるまで、蜜餌を与える必要はないかと思うんですが、2杯目も結構勢いよく飲んでたので、この際なので3杯目もおかわりとして与えようかなと思います。自然の中では、自分が作った巣穴の中で、木や、土の中の水分とかを吸ってるんじゃないかなんて言われたりしていますが、蜜餌、糖分とか豊富なので、
これで体力は十分補強できるんじゃないかなと思います。まあ、ここまで来ると何杯飲むのかっていうのもちょっと気になりますが、すぐにまた三井さんの方に寄ってきましたね。はい、また飲み始めました。結構お腹空いてたんですかね。三井さんを飲んでいる様子です。口元の下の方に、顎ひげというのがあって、それを動かしながら、蜜を飲んでいます。それから、触覚で蜜餌の表面を触りながら、おそらく匂いや、味などを感知したのではないかと思います。こう見ると蜜餌とても美味しそうです。では、これは3杯目の蜜餌を飲んでいる時の様子を早送りで見ています。みるみる蜜餌なくなっていきますね。でよく見ると腹部が少しずつ膨れていく様子もわかります。まあ、これでおそらくだいたい満腹になったんじゃないかと思うので、おかわりは、ここまでにしようかなと思います。まあ、十分に、女王の、体力の補強ができたのではないかと思うので、あとは、我が子が生まれるまで、見守ろうかなと思っています。3杯目を飲み終えた女王の様子です。やっぱり腹部がパンパンですね。今回は、栄養補給のために蜜餌を与えたので、その満腹の状態で、腹部が膨らんでいるというのもあるんですが、産卵を始めた女王アリは、卵巣が発達して、腹部が大きくなるという現象もあるので、その両方で、女王の中というのは膨れていきます。1週間後の卵の個数です。11個ですね。1週間で卵の個数は11個になりました。ということで今回は胸アカオワリを1から育てるということで、新女王採集から約1週間の間の出来事というのをお届けしました。この1週間の中で、産卵がしっかりと始まりました。またですね、ここから先、コロニーが立ち上がるまでの、様子や飼育の際の注意点、流れなどをまたシェアできたらいいかなと思っております。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。